それでは定刻になりましたので、今月の医学教育セミナー第80回になります。それを始めたいと思います。今日講演していただきますのは松村真嗣先生です。実は我々のセンターに2001年まで上級で働いていただいて、その後実家の上野毛世田谷区にある松村委員を継いでスーパー開業員をされ、さらに我々のセンターでも客員研究員をされています。で、今日のタイトルは、地域の診療所におけるプライマリーケア評価の試みということで、その診断じゃないや評価基準というのがあるそうで、まあ、普通に考えると開業医さんの評価って患者さんの満足度ですよね。あの病院にかかってよかった、あの先生によく話聞いてくれた、で、あそこの病院行ったら治ったとかあそこの病院行ったら長生きしたっていうのは分かんないですよね。でもやっぱり話を聞いてくれて、そして親身になってかかってくれた、あるいは親の代からかかってて、信頼をしている、家族のことを全部知っている、うちの中の冷蔵庫の中まで知っているんだみたいな、そういうところの評価だと私は信じてたんですが、そういう甘いものではないと、ちゃんと評価があるというお話だろうと思います。よろしくお願いします。これで入りますか。ちょっと背が長いので、なんかネット中継もあるということで非常に緊張しております。北村先生ありがとうございます。そんなような紹介をされるような身分ではないんですが、今日は北村先生に機会いただきましたので、東大に行くのも久しぶりですね。いろんな思い出がここの教室にはあります。もう中継されてるんですね。じゃああんまりまずいことは言えないんです。隣の教室でね、センターの、発足の会議をやったりですね、ここで FD を何回かやらせていただいたり、あの頃はセンターの職員で、加賀先生と私と深川先生と、あと、まあ、客員教授の先生も、まあ、本当に小さい所帯でやってましたんで、まあ、医学教育国際協力研究センターって一体何するのっていうところから始まってたような気がします。そんな思い出のある教室でお話ができること大変光栄に思っております。あまり長話していると内容が薄くなってしまうので、早速進めたいと思います。15年前のこれ私の15年前の写真ですね。加賀先生の写真を探したんですけれども、見当たらなくて、まだあの頃はデジタルカメラの時代ではなかった手元に撮った写真ですね。最初の初代の、客員教授の、トマス・イーニー先生とご家族ですね。その当時、いました、元国際交流室の石田さんと私の写真です。まだ若いです。また自己紹介ですけれども、先ほど北村先生がお話しいただきましたけど、私、世田谷区上野毛の松村委員というところの、長男として生まれました。町医者の息子です。91年に北大を卒業しまして、その後、もともと町のお医者さんになるというふうな思いで、医学部に入ったんですが、なかなかその当時、町医者になるためのコースがなくてですね、いろんなところで勉強をして、その過程で、1992年か、その辺で、東京大学の医学教育国際協力研究センターで、今国際研究センターに名前が変わっているんですが、そこが発足するということで、そこで、ちょっとだけ働いたんですが、働き始めた途端にうち の父が具合が悪くなりまして、しばらくもう時効だから言っていいと思うんですけれども、まあ、ネットで出るんで、まあ、どこまで言っているのかわからないですが、しばらくの間うちは夜の診療がメインなので、昼間医学教育センターで働いて夜診療するという二足のわらじをしばらく続けて、まあ、その後もしばらく続けていて、2001年に松村委員で院長になりました。
松村委員はホームページで Google で検索するとこんなホームページがあります。世田谷区に松村委員は2つありまして、1つは共同の方にもう1件あるんですけど、今のところは Google では上に行くことも松村委員が来てます。いずれ抜かされるんじゃないかと思います。実際の写真はこんな感じです。どんな議員かと言いますと、1969年です。私2歳の時に、できました、いわゆる普通の、町医者なんですが、北村先生が、何回か前の、医学教育セミナーでいろんなところ の, 診療所や地域のところを巡ったお話をされていたと思うんですが、地方に行くとクリニックといっても非常に大きなクリニックがありますよね。東海でもいわゆる専門に特化したクリニックとか、糖尿病だけを見るクリニック、そういうのがあります。じゃあ一応標榜は内科小児科にはなってるんですが、昔ながらの町医者なので、地元の患者さん、子どもさんから大人ですね、寝たきりの人まで、昔からそういうのを見ているというような、クリニックです。ただ入院の設備はないんです。時々具合が悪いからもう一晩止めてくれというような感じで時々いるんですけど、もう頼んで帰っていただきます。昔はなんか人が止めたりしたようなこともあるらしいんですが、一応ね、医療法上のそういうことが許されないので送っていったりすることは、もちろん病院に、紹介するようなことが多いです。いわゆる町の普通の医者さんです。本日のお話の内容ですけれども、今日はプライマリーケア診療所の診療の評価試みということで、先ほど北村先生がちょっとお話ししましたけれども、こういうような私のような町のお医者さんを、評価するといったらなんですが、自分の診療というのはだんだんね、ちょっと確認をしたくなるというようなこともあります。で、なんでそういうような仕事を始めようかということになった開発の経緯だけ少しだけお話しさせていただきます。で、皆さん方が興味があるのは、じゃあそれを使ってそうどういうような枠組みでやるのかとか、どういうことが考えられるのかということで、だと思います。で、今日こちらの方に呼ばれた理由の一つとしては、先日、カナダのオンタリオで使われている、クオリティ、自分で訳しといてタイトル忘れちゃいました。家庭医療の質、日本語で家庭医療の質ツールブックというのを、翻訳して出版することがありましたので、それの内容のちょっとご紹介と、私がそれをに出会うきっかけになったそのプライマリーケア包括評価のパイロット事業ですね、今やってる最中なんですけど、実は松村委員の今週これを今やってる最中ですね、ちょっとドキドキしてるんですけど、昨日、月曜日からやってるんですが、それをご紹介させていただきます。で、いろいろそれに関しては問題点があります。課題がまだまだたくさんあります。私がパイロット事業をやりながら感じた問題点ですとか、今後こういうことを続けていく上についてどういうふうなことが考えられるか、その展望についてお話をして終わりたいと思います。で、いくつかの結果もご紹介します。経緯なんですが、2000年私がちょうど2000年に継承したことで、2001年まではここで働いてますので、2000年の3月に手術をうちの父がすることになって、手術中、代わりにやってくれというふうに言われまして、その間診療をしてたんですが、手術後はちょっと術中の合併症で、いつまでたっても診療復帰しないので、その間ずっと代診をして、で、代診をしていてもちょっといい加減代診じゃ患者さんが心配になるんでっていうことで私が院長という経緯で、その頃まだ私も勉強したてですので、まだまだいろんなところに、診療には、それまで大きな国で働いてましたので、町のお医者さんのやるようなことなら何でもできるみたいな感じで、やっていたんですけど、実際その時に継承した医院がこんな感じですね。もう本当に小さいクリニックです。これが診察室です。15年前で、あんまり変わってないようにも見えるんですけれども、電子カルテではないですし、この後ろの方にですね、アンプルがあります。見てみるといつ使ったかわからないようなアンプルがエフェドリンとか医療関係者の方わかると思います。この辺に倒れそうな棚とかがあります。で、ここに絶圧紙があります。絶圧紙、
あの頃はディスコじゃなかったんです。まだ他にもですね、いろいろありまして、これご存知の方おられますか。手を挙げて、北村先生です、ね、何人か古くからやってらっしゃる方を、シンメルブッシュといいまして、煮沸消毒器ですね、ここでいろいろ医療器具にグツグツ煮込んで、で消毒を、いわゆる消毒ですね、実際消毒になっているかどうかわからないんですが、消毒をして使っていたということです。その頃そういうものを使っていました。で、私子供の頃に覚えてるんですけど、夕食時になるとグツ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 音がしてですね、あ、そろそろご飯かなと思ってると、じゃあこっちの音だったと、まだまだご飯ができないっていうのを覚えてますけど、まあ大体町医者、その頃当時の町医者ってそういうような感じです。もちろん職員も少なかったです。私含めてうちの母と、パートの人1人、ね、3人しかいませんでした。病院とは言っても外に病室に行くまでに外階段がありました。だから階段を 10段ぐらい登らないと診察室に入れないんですね。でうちの父はですね、よくこの階段を登れなくなったような患者さんはうちには来なくていい方だと言っておりました。トレッドミルと同じだと言ってます。本当にそれでいいのか。で、まあ、手洗いとかマスクとかですね、まあ、手洗いっていうのはご存知の方が、ね、多いと思いますけど、診察室にたらいが、たらいというか洗面器があります。洗面器のようにタオルがかかってますね。ピンク色だか何色だかわからない液体がここでこう、うちの母がドボドボドボって言ってですね、あ、このネット中継されてたんです、ね、昔の話です、ね。まあマスクなんかもありませんでしたね。マスクうち SARS 騒ぎの時にですね、購入しました。95マスク、未だにまだあります。もう期限切れてますけど、ね、捨てるのもったいない。で、紙カルテですし、あとですね、治療内容も、まあもちろん抗生剤をどんどん使っていました。風邪でも抗生剤。それで一番僕が驚いたのはですね、ワーファリンっていうお薬を飲んでいる人がいたんで、で、じゃあそのワーファリンの患者さんが来たんで、じゃあどうしよう。ね、ワーファリン、ご存知の方多いと思うんですが、ワーファリンだと凝固系を定期的にモニタリングでチェックしなくちゃいけない。で、じゃあそれを測定しようと思ったんです。スピッツそのものがないんですね。ということはそれも見れない。で、うちの父は見てなかったっていうことです。ということは、そのワーファリンが必要な患者さんはどうしてるのかっていう。で、もちろん私が、引き継いで、そういうものを一つ一つ変えていきました。で、変えてないものもあります。もちろん。変えられるものは変えます。ただ、やっぱり変えにくいものっていうのはなかなかいつまでも何年もかかって変える。まあ、例えば、凝固系のスピッツがすぐ言えばすぐ検査できるようになります。今では迅速診断キットって言ってすぐに INR が分かるようになったと思ったら、モニタリングが必要ない薬が最近出始めました。で、外階段をなくして2006年にリニューアルをしました。で、もうこれがリニューアルしてからさらに10年経ってます。で、その時にバリアフリー化をしまして、物を、ほとんどディスポにしました。で、手袋とかも、ディスポにして、まあ、ゴミが増えて、それから AED を置いて、冷蔵庫もきちっとした温度管理ができる冷蔵庫にしました。そういうふうに着々と変えてはいます。で、雇用保険、労働保険なんかも整備して、医療廃棄物も昔よりも格段に厳しくなっています。業者まで指定しなくてはいけない。まあ、こういうように変えられるものを変えていきます。これ全部別に、誰に言われたわけでもなくて、まあ、なんとなく私の中で、これが必要だと思って変えたものもありますし、外圧ですね、患者さん、あるいは行政、あるいは、いろいろ社会の変化によって変えたものもあります。ただ、まあ、できてないことはものすごいたくさんあります。プライバシー、うちの診療所に立て直した時にちゃんと音が聞こえないようにしたつもりだったのに、耳をそば立てると聞こえてきちゃうんですね。患者さん聞こえないふりをしてくれてますけれども、やっぱりここも改善しなくちゃいけない。感染管理、あるいは在庫のところに示したようなことをどんどん変えていかなきゃいけない。一番気になっているのは、私も卒業して、クリニックで働き始めて15年経ちます。診療内容ですね、ちゃんと追いついていけるのだろうか。一生懸命勉強しているつもりですけれども、まあね、
労務管理もありますので、こんな勤務時間外に働いてると、ね、ちょっと体を壊すのではないかと思います。だからその辺のバランスを考えなければいけないです。まあそういう町のお医者さん日々葛藤してるわけですね。目の前にはとにかく次々と患者さんが来ます。でその患者さん一人一人対応します。もちろんそこの患者さんのバックグラウンドを制限して高齢者だけにして高齢者のことだけは負けないようにしようっていうふうな方法もあるかもしれませんが、まあ、なかなか町のお医者さんだとそういうように、することができないです。で勉強することはたくさんありますけれども、まあ言い訳になりますけど本を読む暇すらない、ね、本を読む暇はないんだけど遊ぶ時間があるっていう不思議なことですけれども、まあでもそういうもんです。もちろん自分の勉強もありますけど、スタッフですね、看護師さん、私だけではすごくスーパードクターになっても全然ダメです。もうこの時代ですからスタッフの教育も必要です。もちろん地域でやっているのでいろんな先生たちを協力してやらなくてはいけないですし、訪問看護師さん、ケアマネージャーさん、今日午前中世田谷区の社会福祉協議会で、地域の社協の人たちにお話をしてきたんですが、そういう地域の人たちスタッフの教育もしなければいけない。もちろんそういう人たちと協力してやっていかなければいけないですし、先ほど言いましたけど自分の健康や家族を大切にすることっていうのも非常に大事です。で開業医である以上潰れたら何もなりません、ね、すごく儲けるとは言えないので、もう存続できるぐらいの経営はしなければいけない。その辺も考えなければいけない。こういうことを考えながらやっているうちに、だんだんその外から、先ほど北村先生がお話しましたように外部環境はどんどん変わってきています。ネット社会になってきています。メディアが注目してこう病院ランキングみたいなのも出ますし、世田谷版頼れるドクターっていう本が出て、これに載っているドクターはおすすめです。世田谷版にはちなみに私載ってません。ということでこの本的に言うと私は世田谷で食べれないドクターになってます。これもオフィシャルにしていいと思うんですけど、実は食べログっていう価格 .com っていう会社がありまして、今レストランのサイトを作ってるんです。実はこれ介護も含めたヘルスケアのサイトを今世田谷で構築中で、10月ぐらいからオープンになると言ってます。プレスリリースまだらしいんですけれども、なんでまだなのかよくわからないですが、まず世田谷でやっていて、世田谷でそろそろ格付けで情報を私のところに聞きに来ました。ですから、食べログのようなサイトがこれからもどんどん出てくるというふうに思われます。そうすると食べログの口コミで、あそこ行ってみたけど実際にはあんまり良くなかったみたいなことが書かれちゃうと、ね、私も時々レストラン良さそうだなと思っても、なんか見てやっぱり読めようかなと思ったりすることもあります。こういうような変化が出てきています。外圧が、非常に大きくなってきています。じゃあでもどうやったらそこら辺も含めて向上できるのかっていうので、ちょっとまあそういうような評価だけでいいのか、あるいは自分の内的なモチベーションだけでいいのかっていうところが一番の問題になるんじゃないかなと。なかなか質の話をすると、質っていうとちょっと私も抵抗があるんですが、じゃあどういう先生、どういう診療所が、より好ましいか良いかっていうのも、一般論になります。それは本当に好みがあると思います。こちらに示したように、別の、ね、オープンカー、ね、誰見てもいい車だと思います。ただダイハツのコペンというね、同じようなオープンカー、見方によってはこちらの方がいい車だ、ね、私にとってはこっちの方が燃費もいいしお手頃だし、これで十分っていうふうに、ね、思う方もおられるかもしれません。どっちが良い車って、どっちも良い車だけど壊れない方がいい車だっていう考え方もあります。安い方がいい車だっていう考え方、いろんな考え方があります。ただ医療の質、これも繰り返しになると思いますが、ご承知の方多いと思いますが、医療の質っていうのは一応定義があります。インスティテュートメディスン、もうだいぶ古い定義になりますが、このクロッシング、クオリティキャズムというのを日本語で訳されていますが、この中で定義をされていますが、医療の質は個人及び集団に対する医療行為が望まれた健康状態をもたらす確率を上げ、最新の専門知識と合致する度合いを見ると
という、これが一応、インスティテュート・メディスンの定義になります。まあ、要するにですね、すごい、ものすごいいい治療ができるっていうようなことでもない。ただ、達成可能なある目標に自分の診療をどの程度まで近づけることができるかというふうに、簡単に言うと、いうことだと思います。ですので、まあ、どこまで行っても最高の質にはたどり着かないんですね。日々環境も変化しますし、で莫大な予算をつぎ込んで最高の質を提供したからといって、それが本当にいい医療の質かというと、またそれは別問題なんじゃないかと思う。まあ、その場それ求められている人、そして提供側、いろんな要素を考えて一番可能な限りのサービスといったら、まあ、ちょっと語弊がありますけど、医療なりプラクティスを提供するっていうのが、まあ、より良い医療の、質というふうに考えられるんじゃないかというふうなことだそうです。で、私もだけではないんですが、同じように考えている方がですね、何かおりまして、で日本プライマリーケア連合学会という学会があります。でそこの学会でも、まあ、皆さん一生懸命診療している人たちが多いので、できればそういう人たちを、まあ、支援するプロジェクトを立ち上げた方がいいんじゃないかというようなことを、が中で議論になりました。できればそういうような努力をしている施設ですね、医療機関を支援したいという、なんとかそういう医療機関を応援したいという、動きがありまして、で、まあ、最終的には患者さんや地域住民の健康状態が良くなればいいというような、話が、そのプライマリーケア連合学会、私がそこの学会のある委員会に所属してたんですが、そこの委員会で話をしていて、そういうような動きがあります、ディスカッションがあったんですね。でじゃあやりましょうということで、具体的な方法論を考えましょうっていうふうな話がありました。2011年のことです。正確には2010年の秋ぐらいですかね。でちょうどたまたま私がそこにいて、まあ、松村君にはちょっとそれやってよということで、まあじゃあどんな方法があるかわからないんですけれども、じゃあとりあえずやってみましょうというようなことで検討を開始、作業を開始しました。でまあいろいろな、先ほど北村先生がおっしゃったような、まあ、患者のさんの満足度ですとか、まあ、その頃から医療の質の病院ではクオリティインディケーターというようなものも始まっていますし、まあ、いくつかの方法論があるんじゃないかということで、いろいろ、検討を開始しました。でその中で情報を集めて、まあ、いろいろ一つ、モデル事業をやろうという、ことになりまして、それの作業を始めました。で最初にですね、じゃあやろうっていうふうに始めた、割と軽い気持ちで皆さん始めよう、あ、それいいことだ、ね、よく頑張ってる診療所を、ね、応援するのはいいことだというような話でバーッと盛り上がったんですけど、じゃあ実際どうするのかっていう話になると大きな壁にぶち当たるんですね。もうこの辺も医学教育の中では有名な話だと思いますので、もうこれ繰り返しあまり細かく話しませんが、評価に関する2つの視点があります。1つは改善点を見つけるための評価ですね。例えばジャンプ、スキーのジャンプ、これレジェンド葛西の写真を撮ってきましたが、例えばスキーのジャンプでいうと、もちろん遠くまで飛ぶっていうことは非常に一つの評価の基準、遠くまで飛べるっていうのは一番いいんですが、他にも飛型点、ね、フォームがいいかズルしてないか、いろんな観点があります。でそれぞれを判断して、でそれをどう伸ばしていくかというですね、改善点を見つけるための評価ですね、形成的評価といいますか、という軸があります。もう一つは、じゃあいいと悪いの判断しよう、まあ、スキージャンプでいうと K 点ですね、まあ、K 点まで、いかないって優勝したら、まあ、やっぱりちょっと、ね、スキーの飛び出し台をちょっと調整したんですよ。全員が K 点を超えたら、じゃあもうちょっと上げる、まあ、そういうような判断基準にする。もうちょっと具体的に言うと、例えばマルテキマークみたいなね、ここの順位はいいですよ、マルテキ。
ここダメです、でそのための評価をしてっていうような視点だと。まあどっちも確かにあるんですが、どっちでいくかっていうようなことで、まずそこでバーッとね、まあ、あの考えが揉めたわけじゃないんですけど止まりまして、一応私たちは判断材料というよりは改善点をつけようということ、その方が、まあ、あのとっつきもいいし自分たちのためにもなるというふうに考えます。改善点を見つけるというふうな、大枠で合意をしました。では改善のための評価と判断のための評価がどう違うかということですが、これはあのがん研究センターの東先生からお借りしたスライドですが、まあ、改善のための評価であれば評価の誤差や誤分類はまああってもいいですが、いい良し悪しを決めるものだと誤差があってもあんまり好ませないですね。それから指標を時々変えたりですね、すること、これもあんまり、ね、毎年毎年変わって今年は OK だったが来年はダメっていうと判断には困りますので、ただ改善のためだったらそれは OK。 それからまあやっぱり参加する施設がですね評価するよっていうふうに言うとやっぱり抵抗が大きいですね、良し悪しを決めるとか。それからまあモチベーションですね、ただゴールがはっきりしてますんで、いい悪いとは言わないですけど、合否が決まるんであればみんな一生懸命やるんで、まあ、判断のための評価では改善の動機づけは強いです。ただ改善のための評価だと自主性に左右されてしまうところがちょっと弱いところになります。もう一つ、これも簡単に言うんですが、質評価の3視点ですね。ドナルド・ベディアンという方が、示した質の評価の3視点のこちらです。これもお借りしました。医療の質に関しては特に、構造、過程、結果の3つの概念で、整理すると分かりやすいというふうに言われています。一つは構造、ストラクチャーですね。医療の提供体制、例えばそれは先ほど私が、うちの委員で示したような診療機器ですね、 AED があるかないかとかですね、スタッフがどのくらいいるか、指導する人がどのくらいいるかとか、まあ、そういうような、医療を行う、診療を行う、まあ、インフラのようなものですね。それともう一つは、まあ、結果に行きます。結果ですね、患者さんが良くなったか、診断を見逃さなかったか、それから、まあ、患者さんの満足度ですね、合併症、そういうものを行う。もう一つは、プロセスですね、何を行っているか、ね、きちんとしたフォームで振っていても一浪でも7回は失敗しますね。ただきちんとしたフォームで振ってるかっていうのは結果に影響します。ですのでそのきちんとしたフォーム、あるいはきちんとしたことをやっているかをプロセスと言いまして、それを評価をしようと、診断は的確かとか治療はちゃんとしているかというようなものになりますが、この3つで整理概念整理をしてそれぞれで評価を行っていこうというような視点があるというふうに。で我々はどうせやるのであればできれば、まあ、ストラクチャーも大事なんですがプロセス、アウトカムを中心に評価というかしていった方が、まあ、そこを中心にしようというような、コンセンサスになります。プロジェクトを開始しました。幸い文部省の課金費が当たりまして、まあ、わずかな額ですが少しそれの支援を受けながらやっていました。で我が国の診療所における向上のための指標方法論を開発しようと思っていて、もちろん諸外国には優れたいろんな方法があります。ただまあやっぱり日本の診療所の話なんでガラパゴスと言われてもやっぱり日本のためになるものを考えれば、まあ、私自身が、やられてもいいかなと思うようなものじゃないとちょっと他の先生たちも持ってこないと。我が国の現状に適したもので、先ほど言いましたようにプロセス、アウトカム評価を主体とするもので、もう一つあんまり主観評価が入らないものですね。私がいい、あなたが、意見が割れそうなものは抜きましょうと、ね、これ結構大事なことです、ね、これ主観性客観性で非常に難しいですね。主観も大事ですよね。プロが言ってお前のところの心情これはダメだよって言われたら割とそれは合ってますよね。よく何でも視察団みたいなのが言って、まあ、日本医療評価機能が病院評価ってサーベイヤーさんが言ったりするのは、まあ、
一応客観的にはなってますけど、まあ主観もある程度入ると思います。ただできるだけ客観性の高いもの、一番もう一つ大事なことを考える現実的に実際にできるかどうかですね。あの素晴らしいものができたかなといって実行が不可能だと思うやっぱり例に書いたものなんですよ。でもう一つ、これあのだいぶ議論があったんですが、現時点ではまあ公開をしないで、内部における改善のために用いましょうというようなことでコンセンサスで、まあ、いろいろな診療所があります。あのもちろん整形外科、ね、の診療所や、まあ、あの専門の診療所、胃カメラを得意とする診療所、あるいは大きな病院あ の機能を持つようなクリニック、在宅、専門クリニック、いろいろあります。ただ、一つ大前提として、まあ、プライマリーケアを提供する診療所のプライマリーケア部分ですねに関して、強化をしていこうというようなことで、始めてます。じゃあプライマリーケアって何かっていうところがまたそもそも論から入っちゃうんですね。で、先ほどまたあの繰り返しあの出てきましたインスティチュート・オブ・メディスンが、1990年いろんなあの定義がありますが1999年に出してあるインスティチュート・オブ・メディスンのプライマリーケアの定義が、まあ、一番世の中で、通っている、有名な定義なのでここに出しました。プライマリーケアとは患者の抱える問題の大部分に責任を持って対処できる幅広い臨床能力を有する臨床科、これ医師とは書いてありません。クリニシャン原文では書いてあります、まあ、医師のことを意味するかと思いますけど別に医師も限らないんだと。臨床科によって提供されるヘルスケアサービス、そのヘルスケアサービスは受診がしやすい、これアクセスシブルですね。受診がしやすいというとちょっともうちょっと広い意味ですが、総合的でかつ継続的、これコンプリヘンシブであるということですね。総合的って非常にまた曖昧な言葉です。で、家族および地域を視野に入れたものであるとこれがある程度、定義、これに沿ったものということで、あともう一つあの、まあ、日本プライマリーケア連合学会のホームページにはそこには定義としては書いてないんですがこういう文言があります。プライマリーケアとは国民のあらゆる健康上の問題疾病に対して総合的継続全人的に対応する地域の保健医療福祉機能、ですからメディカルケアよりもより広い概念であるというふうに、理解をしました。で、まあ、ご要素ですね、プライマリーケアご要素としてこういう、文言ですね、まあ、吉野家でいううまい安い早いみたいなものですが、うまい安い早いでしたっけ、安い早いじゃあうまい安い早い、少年ジャンプでいう友情商品、何でしたっけ、あともう一個忘れてた、まあ、あの近接性、包括性、協調性、継続性、責任性、これらの理念に基づく役割が果たしているかというのを出発点しました。ただまあそれだけじゃなくてですね、まあいろんな国でもうすでにいろんな評価があるので、まあ何々指標や選考分岐を、とりあえず調査し始めました。で調査して、いろんな指標の概念カテゴリーがあるので、まあ、それを、まあ、ある程度整理をしていきました。ただまあそれはあの国外の話だったり病院の話だったりするので、もう一つあの現場の診療所あるいは現場日本の地域の医療の場で求められているまあ診療所の役割ですがどんなものがあるのかというのをフォーカスグループインタビューを2013年にやって質的にデータを集めました。プライマリーケア診療に従事する医師のインタビューですね、まあ、大きな病院、小さな病院が、まあちょっと僻地、まああるいは、リハビリ専門の医師、在宅の専門の先生、開業医の先生、小児科の先生、まあ、何人かの先生で集まって大体プライマリーケア診療に従事、日本のプライマリーケア診療に従事する医師グループのインタビューと、もう一つ、医療介護福祉関係職ですね、医師ではない人たちですね、栄養士さん、薬剤師さん、訪問看護師さん、理学療法士さん、ケアマネーさん、ケアマネーさん、あと地方の医療行政官ですね、あと、病院の地域医療連携室、在宅診あの連携室のソーシャルワーカーさん、中に集まっていただいてインタビューして、まあ、それらの知見も踏まえまして、概念整理をしました。で
これが結果になります。フォーカス結果 と、うん、で最終的に作り上げた概念、1,2,3,4,5,7個ですね、7個に、集約されました。一つは連携ですね、コーディネーション、多職種、まあ、病院同士の連携、薬局との連携、まあ、その中で診療所のとしては診療所がチームリーダーの役割を果たしてほしいという意見もあります。まあ、多職種を含めた連携ですね、病室の連携も。もう一つは標準的診療ですね、まあ何はともあれとりあえず素晴らしい医療はしなくてもいいので、まあ、標準的な診療をしましょう。それは保険診療を遵守する、ね、自由診療だけやっていて素晴らしい診療所というのはやっぱり地域医療の場ではあまり優れてはいないんじゃないか。あるいは継続的な知識技術の更新ですが、まあ、少なくとも医療安全的なことも感染予防なんかもしっかりしましょう。それからですね、患者背景の尊重ですね、患者さん自身のバックグラウンドをよく考えて治療しましょう、お金の面も考えてください、生活面も考えてくださいというようなことも含まれます。それから幅広い診療ですね、できるだけやっぱりコモンディゼーゼ、一時救急、予防医療、高齢者ケアも含めて、なるべくこれができてこれができないって言ったら困ると、とりあえずある程度幅広く診療をしてくださいというようなところがもう一つの効果。それからアクセスですね、やっぱり、時間外対応も考えてほしいとか、電話対応をしてくださいとか、もし緊急で必要になった場合、入院が必要になった場合、紹介する病院と連携を取ってくださいいうような二次アクセス、まあ、そういうようなものを前もって作っているんですが、アクセス、もちろんコミュニケーションね、親近感や人間性があるようなスタッフが含まれるとかですね、プライバー、うちはなかなか難しい、プライバシーをちゃんと配慮してほしいとか、ね、まあそういうようなコミュニケーションの、この6つにプラスして地域への貢献、地域での働く診療所、プライマリーケアをの診療所としては、できればやっぱ市民教育ですとか、医師会活動、災害の時の問題ですとか、救急や休日診療にも携わってほしいというような結果が出ました。で、この7区の枠組みで、まあ、いろんな指標があるんですが、その指標を、参考にして、で、その中から選定作業に入りました。もう一つこれに関する考察ですが、まあ先ほど言ったコミュニケーションまでの1,2,3,4,5 ですね、に関しては、まあ、今まで先行研究であったものと、まあ、ほぼ内容的にはダブルものが多い。ただ、地域への貢献っていうところが今回の我々の調査をの知見からですね、より明確なカテゴリーとして形成されました。で、これはもともと公共性とか公正性ですね、海外では割と例えば少数の、マイノリティに対して差別なく診療しましょうとかですね、いうようなところで分類されるものが、日本ではあまりそういう格差がないので、もしかしたらそういうものがこう地域への貢献ということで、地域に、で取り組む事業に、積極的に参加する診療所がより良い診療所だというふうに、分類されたのかなというふうに私たちは考えています。すいません、もう40分も話しました。これは私が往診している患者さんのお家ですね。この間腰痛めてですね、立てなくなってしまいまして、一人暮らし本当に世田谷という地域は都会なんですけれども、やっぱり高齢化が進んで、急速に進みまして、なかなかやっぱり診療所だけで日々診療しているとだけだと本当に不十分だということを常に感じています。で、そのいろいろな資料を探している間にですね、まあ、ある人からですね、このクオリティ・ファミリー・プラクティス・ブック・オブ・ツールスというものがあるよというのを教えていただきまして、これはマクマスター大学の家庭医療科の方々が開発した、このレビットさんとヒルさんですね、が開発したもので、オンタリオ州ではですね、クオリティインプルーメントの
プロジェクトがありまして、それで、その一環としてこの指標を開発したという経緯だそうです。で8つのカテゴリーで70の指標からなっております。で、そのうちの43の指標が診療所のマネジメントですね。で27が臨床ですね、クオリティクリニカルインディケーターで、2009年に出版されて第2版がこの間出たのかな、で、まあ、英語で使っていた先生方がいたんで、まあ、じゃあ参考にもなるので日本語に訳して、少し参考にさせていただこうと、非常に網羅的な、指標です。で今年の4月に結構自発的なこれ継続的な質改善ですね、コンティニュアスこれインプルメントを使うものです。日本プライマリーケア連合学会の翻訳チームの方たちが一生懸命翻訳していただいて、本年会書類というところから出版させていただきました。ですので、もしご興味のある方はお買い求めいただいて詳しく見てください。カテゴリーの中身はですね、これですね、クオリティブックスオブツールのその中身が8つのコメントになっています。患者中心性、公平性、公正性、先ほど言いました。それから適時性、タイムリネスとアクセシビリティ、安全性、効果的な診療、効率性、統合ケア、インテグレートケアと継続性、それと適切な診療所リソース、この8つの項目からです。インスピトルメディスンの中で目標となる医療の質の、プライマリーケアの医療の質としてこの、6つですね、同じような項目になっておりますが、インテグレートケアとコンティニュアス、コンティニューティカのところと適切な診療所リソースのところがこの、ブックオブツールズには、特徴的なものになっています。指標の中身の例ですが、こういう、例としてはこうですね、適時性と近接性のところは、下位項目が2つありまして、速やかさとアクセスの良さ、それから時間外診療、緊急救急診療という、小項目になっております。でもっと細かく分かれていて具体的になっています。患者は電話、E メール、その他電子媒体によって診療所にアクセスできる、患者は必要時に予約ができる、新刊登録とカルテが適時に利用できアクセスも良い、検査センターや専門医への紹介が必要時に行われている、まあ、こういう4項目に分かれています。でもちろん日本とカナダではシステムが違いますし、広さも違いますし、準拠している、法律ももちろん患者さんも違うので、まあ日本で、電話、E メール、その他の電子媒体ってよく分からないんですが、まあ、最近では患者さんからメールが来ることよくありますよね。ただ予約制、うちは予約制ではないですので、予約制の診療所ではないところが、ほとんどだと思います。必要に予約できるかというと、それが項目として適切かどうかというのはまた別問題になっています。ご覧になっていただくと分かると思うんですが、まあ、非常に有用だと思うんですが、そのままやはり日本に当てはめることはできない。もうちょっと細かく解釈が出ています。あ、そうだ、ボイス、そうですね、電話のシステム、先ほどの効率的な電話システム、電子メール、もしくは他の電話媒体がどういうことかというと、診療所の管理者は以下のものを記述できるというふうに書いています。例えば、電話のシステム、受ける場合とかける場合、ボイスメールメッセージシステム、その対応方法を説明できる。電話かけて、まあ、留守番電話だったりすると、先生に連絡がないと、ボイスメールを、留守録に残す。そうすると、それを外から先生が聞いて、あるいは診療所のスタッフが聞いて、コールバックするというようなシステムを構築しているかとかですね、まあ、予約なしでもケアに関する助言や情報を得ることができるかとかですね、あるいは電話メッセージシステムの改善に役立てるために、どのような患者からフィードバックを得て活用しているか、例えば、年1回の患者満足度調査をやっているかどうか、そういうふうに細かい項目に関しての解釈方法まで詳しく載っています。でこれに基づいて、そのオンタリオの診療所の先生、診療所のスタッフが、まあ、質改善プロジェクト
どうやって回転していくかというプランを立てて、それを PDCA サイクルと言いますけれども、回転のサイクルを回していくというようなことの手助けにする、ロードマップのようなものです。で、これちょっとうちの委員で当てはめて考えてみました。電話のシステム、私診療所の管理者ですね、説明できるかと言われると、電話のシステムも説明できますし、留守番電話、うちは留守番電話じゃなくてですね、時間外にかかってきた電話が全部転送されます。で、私の携帯にかかっています。電子メールはホームページには載ってないんですけれども、診療所の、パンフレットには載ってますので、最近では携帯電話で、ね、ショートメールなんか流してきて、さすがに LINE は構築してませんけれども、じゃあ Facebook があるので、そこにいろいろコメントが来ると思います。そんな電話で相談を受けることもあります。で、この上の3つはできますが、例えば年1回の患者満足度調査はやってませんし、かかってくる電話に対する定期的なオーディットというか評価、そんなものはやってないですね。例えば応答を待たせていた時間とかですね、受話器を取るまでのベルの回数ですね、そんなこと本当にカナダでやってるかとわからないんですが、一般的なテレフォンサービスの、ね、企業なんかのクレームのところなんかでは割とホテルなんかも結構やってると思います。こういうことを、やってるかやってないか考えたら、そしたらじゃあ そこに対してどういうふうなプランを立てて改善していくかということで、翌年、その年にやってみて、次翌年に、ある一定の期間でやってみて改善していくような、ものだということです。で、役に立つ役に立たないはともかく、目安にはなります。そしてカナダの家庭医療診療所はのこのプログラムに入っている診療所、これを用いて改善計画を立てているということは、カナダでできるということは日本でもできるということですね。で、包括的な実質的プログラムだというふうに聞いています。で、日本でももちろんかなりそのままは使えないんですけど、試験的に対応している、診療所も、あります。もうあとちょっと待っちゃいました。余計な話はしないでいきます。で、先ほどの、項目ですが、先ほどのカテゴリーに含めてフォーカスグループをやりまして、指標の候補を集めました。で、もちろんもともとのオリジナルがあるものもありますし、こちらで作ったものもあります。で、その候補を、集めて、それをデルファイ法という合意形成法を、用いまして、実行可能性と妥当性を検討して選択しました。で、指標を選択して、実際にモデル事業として、やってみました。指標の作成方法です。データの元ですね、データの元から考えました。どこからデータを集めるかというと、なるべく客観性を持たそうということで、レセプト、記録、診療所で残っている記録でもあるので、レセプト、カルテ、それから患者さんサーベイ、もう一つ、その当時は実地調査、自己評価も含めて考えようというふうに当初は考えます。自分で丸バツしてチェックリストみたいにしてやろうかということを当初は考えています。で、それに整理して、先ほど言いました UCLA ラントのデルファイ偏方というものを用いて、一回、前もって事前に匿名で、点数をつけてもらいます。レーティング、で、その後対面の検討会をコンセンサス会議という、ディスカッションをしまして修正をかけまして、で、最終的に自己評価を与えて、中央値が7あって、あるいは意見にばらつきが見られるものは、メンバーの中で意見にばらつきが見られるものは中央値8以上の選定基準と、しまして、決定します。で、それで選ばれたものの中から実行可能性を中心とした二次選定をします。ですので、妥当性、この、デルファイン偏方で、検討したものの中から実際できそうなものを選んで二次選定をします。それで最終項目を決定しました。2013年にこれの評価をします。
で日常の診療を実際にやっている先生方を選びますし、なるべく偏りのないようにして証言します。でお医者さん10名で、ただ一部ですね、関連職種、訪問看護、介護、薬剤師さんに、一部項目に関しては参加していただいて、評定をしてもらいました。事前に準備をしていました159の項目のうち、事前に設定基準に到達したものは70項目です。先ほどの項目でいうと、幅広い診療、アクセス、コミュニケーション、連携、地域貢献、患者背景の項目、標準的な診療、こういうふうに項目を作っていたんですが、最終的に採用されたものと採用されてないものってかなりばらつきがあります。で、残念ながら地域貢献のところはですね、一個も採用されませんでした。で、本当にいけないのかもしれませんが、ちょっとやっぱりバランスが悪いので、一部カテゴリーについて基準値を少し緩めました。で、その上に再選定をしました。で、その上で実行可能性を踏まえて検討します。で、最終的に出来上がったものは42項目でした。ただ、もともとのカテゴリーではたくさん準備していたんですが、最終的に選定項目数が少なかった標準的項目と幅広い診療っていうのは、類似項目もあるのかなというふうなことで、一つカテゴリーを、合体させました。ですので、最終的な項目ではこの5つの項目になっています。ここは実際には2つの項目、カテゴリーになっています。で、ここに消えてますけど、地域への貢献、大事だというふうにフォーカスグループで出ておったのが、評価基準としてはうまく作れなかったんですね。ここはこれからの検討課題です。これはやっぱり重要だと言われているので、何らかの形で評価しないといけないと思ってます。細かい内容は、ちょっとお手元の資料を見ていただければと思いますが、具体的にどんな項目かの方を示します。例えば、レセプトの指標です。高圧利尿剤投与患者への副作用チェック。例えば、高圧利尿剤投与が1年以上行われている患者について、過去1年間にカリウム、クレアチン、脂質プロファイルのいずれか、ですね、脂質検査のいずれか3つが行われている。これはレセプトで拾えるんじゃないかというようなことで、項目を申します。例えば糖尿病患者さんのタンパク測定、糖尿病の通院患者さんで糖尿病薬が処方されていない患者さんでちゃんと尿タンパクを測っているか、あるいは随時尿アルブミンが測定されているか、こういうのも記載されているかとかっていう、測定されて、これはレセプトですね、検査項目が出ますので、これでチェックするということです。診療録はこういうようなものですね。喫煙歴、20歳以上の全ての患者さんの過去1年以内の喫煙歴が診療録に記載されているかどうかです。書かれていなければこれはダメと判断されます。禁煙治療、喫煙している患者さんには過去24ヶ月以内に禁煙治療が開始されている、あるいは提示したことを診療録に書いてあるかどうか、こういうようなもの。これら、肺炎球菌ワクチンなど65歳以上の全ての患者さんして5年ごとに肺炎球菌ワクチン接種記録があるかとか、受診歴が5年に満たない場合は接種歴の記載があるか、でこういうような項目が最終的に採用されている。もう一つ、患者さんのサーベイですね。患者調査では乳児の予防接種歴の確認、母子手帳を用いて予防接種の記録をどの程度確認していますか、子どもさんがの場合ですね、というような、ものですとか、時間外対応、時間外に具合が悪くなったどのように対応すればよいかについてどの程度知っていますか、まあ、こういうような項目を、例えばの例ですが、これを用いて患者さんに聞くというようなことを選びました。まあ、いろいろ問題点はあるとは思いますけれども、最終的に実地調査自己評価が最終的に項目で選ばれたのはですね、地域への貢献はこれが、実際に行って調べなければいけないものが多くてですね、実行上難しいっていう点が一つ、それからやっぱり良し悪しが客観性がなかなか持てないんじゃないかというようなことで、最終的には再選定されなかったんですが、もうちょっといいやり方で、項目を作らなければいけないというふうに考えています。で、診療に関してはレセプトや診療録調査で、得られるんじゃないか、
ただコミュニケーションとかアクセスに関する支援はどうしてもやっぱり患者サーベイの中心にならざるを得ないというふうになりました。でこれをもってモデル事業を始めしました。2014年の8月から10月に北海道のある医療法人ですねの傘下の6診療所です。なんでここを選んだかというと、まあ、理解のある先生がいるということもそうですけれども、都市部と中心、中小都市と僻地でバランスよく分かれているので、ということと同じ電子カルテシステムを使っているということで、評価が、後編できるんじゃないかということで選びました。で実際にやります。実際にもう少し先ほどの枠組みを踏まえて詰めて、実行、をしました。一つはレセプトは、診療調査に入る年月のから過去12ヶ月のレセプトを、選びました。ただ在宅の患者さんは除いてあります。それから診療録は、まあ第三者が行って見るわけにはいかないので、そこの職員の方に診療録を見ていただいて、でこういう項目でこういう評価しますけど書いてありますかって言って、で、あるかないかを判断してもらってこちらに記載するというような、まあ、事務員の人がいるとなかなか評価難しいので、医療職で看護師さんに見てもらいました。で患者調査は、1週間、外来に来ている方に、調査票を配って、で配布開始を依頼します。でやってみたんですけど、やはり問題点がありまして、レセプト調査はですね、そこの病院は全部が院外処方だったんですね。院内の処方がなかったので薬剤名が分からなかった。なのでレセプト調査のはずだったんですが、残った項目は薬剤名から判断しなければいけない、ものであったので、実際には病名で絞り込んで薬を飲んでいて、それが糖尿病の薬かどうかは分からなかったので、絞り込んだ患者さんのデータを持っていって現地で本当に糖尿病の薬かどうか確認した上でカルテ調査をするというふうな仕組みになってしまいました。なので結局最終的に全てが診療録調査になってしまう。で診療録調査の問題がありまして、同じグループの診療所、診療録なんですが、それぞれの診療所に文化があるんですね。例えば介護保険の主治医検証をどこにまとめているか、大体そもそも主治医検証が自治体によってどういうようなフィードバックが来るのかっていうのがそれぞれ違ったら、北海道というと地域の中でも、そうすると電子カルテの中に含まれているものもあればないものもあるというようなことで、まあ一施設やってみて次のところに行ってみたら全然違うので、まあ大変だからって言って断念しました。それともう一つはですね、やってみたらやっぱりものすごい診療録調査って時間がかかります。 4,5 日かかりました、最初の施設で。で正直診療所に 4,5 日もカルテ1個調査されると、まあ診療動かないですよね。夏休みにもやらない限りは無理です。であとそれとものすごい大変な項目があったので、その2項目すごい大変な項目を断念しまう。ただそれでもやっぱり 3,4 日かかるので、残り2施設は、まあ、北海道雪降り始めるとちょっと移動も大変ということもありまして、2施設でじゃあマックス10人で、マックス 10項目、1項目で10名で調査しよう。そうするとまあ例えば100人でやった場合の 40%、 10人でやった場合の 6%、 非常にやっぱりばらつきがあるんですけど、まあ、とりあえずそれでやってみようということでやります。患者調査は、まあ1週間配るだけなので、そんなに施設ごとでばらつきはなかったんですが、回答者は18名から131名と大きなばらつきが見られてしまいました。これが結果です。喫煙歴に関しても、上の2施設はちゃんとやりました。21% ですね、20歳以上の患者さんの過去1年以内に喫煙歴が診療録に記載されて、これは実は書くと簡単なんですけど、すごい大変です。1年間かかるとずっと暮らなくちゃいけない。診療所の患者さんって時々ですね、毎日来てる人がいるんですよね。電気あってに来てる人がいるんですよ。毎日見なくちゃいけないです。で、その中に一言でも喫煙歴が書いてあるかとか確認しなくちゃいけない。ものすごい大変。ただまあ一生懸命やりまして、まあ 20% ぐらいでした、実は。
である一個の施設ですね、10人のところでやったところは7人しかピックアップされなかったので、7分の5なんですけど、 71% とか5分の3で非常に高く出てしまいます。あ、ごめんなさい、これ喫煙歴って書いてます。肺炎球菌ワクチンですね。肺炎球菌ワクチンは全部の項目でやりました。非常に低いです。 4% とか 9%。 ただこれちょうど管理者の方に聞いたらですね、書いてあるところが別かもしれないということです。肺炎球菌ワクチンを打ったかどうかっていうのは、カルテットの電子カルテットの中に書いてないことがあるので、もしかしたらそうかもしれないというふうに言ってました。これはその診療所の方の名誉になっています。ごめんなさい、これも喫煙歴になってます。認知症患者さんの介護者同定ですね。認知症の病名がついている患者さんに関して主たる介護者が誰であるかが書いてあるというものを、これは割と書いてあると言っている診療所さんが多いんですけれども、まあだいぶばらつきがあります。患者調査に関してはあんまりばらつきはないです。 N、配った数はだいぶばらつきがあるんですが、基本的に高いです。基本的に患者調査、例えば健康について何でも相談することができると思いますかというと、そう思う、大変そう思うの人が8割以上を占めてしまう。まあ、それでも多少ばらつきがあります。プライバシーに配慮していると思いますかというところも、非常に高いですね。で、まあ、多少でもそれの中でもばらつきがあります。まあ、もちろん外来で配るので、もちろんこういうのやってくれる人は高く評価する人が多いんだと思いますし、まあ、評価してくれそうな人に配っているかもしれない。怒るような人には配ってないんだと思います。まあそうは言ってもね、だからどのぐらいまでのパーセントがいいのか悪いのかってまた別の問題です。で、一応管理者の方に、これで大丈夫だったでしょうかっていうふうなことをインタビューしてきました。まだ分析あまりしてないんですが、ざっくり言うと、まあ診療面での、影響は少ないですね。こういうのをやっているからといって、その1週間、非常にナイスに診療を振る舞おうとかですね、そういうことは普通できません。ちょっと自分の受付にいるスタッフがちょっと手間かかったかなと思うんですけど、ほとんど負担なしができたんで、大変ありがたかったです。よそから来てやってくれたらありがたかったですっていうふうな、ありがたい意見があります。で、結果を公開して、こんなの違うよっていうふうに言われるかと思ったら、そうでもなかった。こういうふうに評価が得られるのは、数字として出るのは非常にありがたいという、まあもちろん、お世辞もあるかもしれません。ただ一部項目の意見として、先ほど言ったように別のところに書いてあるという意見もありました。で、評価活動について、患者さんに聞くとですね、まあほとんどの人がですね、こういうアンケートを定期的にすることはいいっていうふうに答えておりますし、外部から評価を受けることは好ましいかというと、もちろんどちらとも言えないのもありますけども、大多数の人がこういうのはやっぱりやった方がいいというふうに患者さんは答えるということです。まあそうかなと思います。で、一応できたのでこういうやり方は実行可能ではあります。ただ妥当性があるかどうかっていうのは、まあ管理者の方には同意を得られましたが、これをやってくれた管理者の方なので、実際本当にそれがちゃんとした、妥当な評価かどうかっていうのは、まあ、もうちょっといろんなところで評価しないと言えないのかなと。患者さんは基本的に大歓迎、ただこれをやるのには一定の時間と労力が必要ですし、まだまだ工夫が必要です。特に地域貢献ですねのカテゴリーは今回調べてないので重要な項目です。これは何らかの形で検討が必要だと。で、評価項目に関してもいくつか意見をいただきました。例えば、肺炎球菌ワクチンはこれをやっている途中で北海道では補助が始まって、でだいぶそれでこれを始めた後から良くなったというようなことを聞いています。で、もちろんそういう項目であれば改変をすることが必要ですし、特に診療録調査に対する時間的技術的困難が伴うので、まあ、診療録そのものを変えなきゃいけないのかもしれませんし、やり方を工夫しなければいけない。で、もう一つ分かったことです。これ大事なことです。患者調査だけでは有効性に限界があります。我々の調査では患者調査っていうのはほぼほぼいい点数が出るのであんまり役に立たないです。
これは今までの、知見からもそうで、技術的な診療の質と患者満足度ですね、は、まあ、関係がないというようなデータが多いんですが、まあ、わずかに関係があるというような、グラフもありますけど、関係がないというのが多いです。もちろん患者満足ですとか患者さんの体験って非常に重要だとは思うんですが、それだけで本当に十分かというと、まだまだやはり何らかの形で技術的なところも評価しないと、まあ、我々としてはどうやって改善していけばいいのかというところに問題点が出ると思います。あ、先ほどのグラフにちょっとまた気がお借りしたものです。ちょっと時間をオーバーしましたけど、今後の展望です。とにかくこういうことをやる場合は運用面での改善が必要なので、まだまだプラクティカルではない。特に診療力評価ですね、これのやり方は検討しなければいい。今回は同じプラットフォームを使いました。で、今そのプラットフォームではない診療力ですね、電子カルテのところと紙カルテのところでちょっとチャレンジしてます。で、それ紙カルテの方が簡単かもしれないというふうな意見もありますので、まあ違ったプラットフォームでどのぐらい可能かということを検討してます。それからこれを毎年やると、毎年やってフィードバックして実地がどういうふうに改善したかというところの攻略も考えなければいけない。やったから終わり、評価して帰ってきて、まあこんな結果だったって言って、うちの子供はこの間1学期の授業が終わって通知表もらってきて、でまた同じ生活をしてたらやっぱり怒りますんで、それと同じことだと思います。じゃあどうやって次につなげるかということです。もう一つ、今回のところで技術的な分野から外したものがあります。まあ、地域貢献は最終的に選ばれなかったんですが、在宅診療の部分は、大きな、重要な部分ですが、今回は、あえて入れてません。ですので在宅診療に関するこういう評価っていうのは非常に重要なんじゃないかなと。あと連携に関する評価ももうちょっとうまいやり方があるんじゃないかというふうに思っています。で、あともう一つ一番大事なのは、じゃあそれを持った上でその評価を受けた診療所をどう向上していくのを支援していくか、やっぱりこういうものっていうのはですね、次につながらないと、やっぱりやる気にならないですし、まあ、やる気のある先生はチャレンジすると思うんですけど、まあね、最初からいい成績が出ないようなっていうふうな気持ちでいる先生たちをどう巻き込んでいくかっていうのは、やはりやり方の工夫が必要です。そのためには障害学習とのリンクが必要だと思います。障害学習そのものが、特に我々私のような町の診療所だと、まあ、時間的労力的なものやフィードバックも含めてどういうふうにやっていけばいいのかというのは、これから大きな問題になると思いますし、重要なジャンルだと思います。で、それとこういう評価をリンクさせることっていうのは、とても重要なことだと思っております。ちょっと時間をオーバーしちゃいましたけれども、今日ご用意したお話はこれで終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。